おはようございます今日のモーニングデボーション歌唱第一列長記2章メッセンジャーはジョシア・ボク先生です神様についていくものは神様によって確立される神様についていくものは何をするにも神様によって確立されます 1> この第1ル続き2章ではそのように私たちに語っています。なので、補修にあっている人々に対して神様はこのように語っています。私たちは神様についていくべきだと、そして命令を守り、守るとき、あなたは必ず確立されると、このダビデが王朝を確立したように、ソロモン王を確立してくださいます。 ソロモン王朝を確立したように、あなたを、神様は確立してくださいます。私たちの国は、私たちは神様についていきたいと願うとき、神様、あなたを見てくださいます。昨日、私たちはこの第一列を一生見ましたね。この大変なときに、 この変化のある事態にあなたはどちらの側につくでしょうかと今日はこれは明確しなければなりませんどちらの側につきますかと神様についていきますかと神様についていくものだけが確立されますこの彼がすることすべて神様が確立してくださいまし神様によって確立されるのです 神様ご自身が確立してくださるのです。えー、と今日は2章です。このソロモン王朝は非常に豊かな王朝でした。非常に素晴らしい王朝だった。ソロモンは一体どのようにしてこの王朝を確立したのでしょうかアドニアは ソロモンのこの兄弟に関わるソロモンに対して反抗しました、まあ、ソロモンはアドニアとって弟ですねなのにこのソロモン王に対してアドニアはいろんなことを企てるんです、まあ、アドニアは王となることはできませんでした神様は神様が与えたいと思うだけに王権を与えます なので神様はオソロモンに王権を与えました。昨日読みましたね一章、一生。彼らは何かしようとして、アドニアはこの王権を取ろうとして、そしてバテシェブ。 のところに行ってそしてまたさらにダビデのところに行きましたこのナタンですね預言者ナタンが行きましたしかしこの結果的にこの王権はソロモンの方に行きますダビデはこのダビデが亡くなったので誰が王座につくべきかということを明確にしていませんでなのでアドニアは自分が王になると言っていろんなことをします しかしダビデは最後に言います私の王座につくのはソロモンだとでダビデは自分の下部に命令しまソロモンを支持するようにとアドニアは失敗してしまいます失脚してしまいますなどねアドニアのグループはみんな散らばってしまいました で今日2章でソロモンはどのようにしてこの成功を手に入れたのでしょうかそこには秘密があります、まあ、ダビデがこう言いましたソロモンそれに忠実に守りました今日は2章を読んでいきます2段落に分けることができます1節から10節,10節が第1段落 1> 第1段落の、えー、とタイトルは「えー、と強くあれ、この神様についていくものとなれと」とこれは私のよく言っている言葉ですね私はいつも神様についていくという動画を毎週、えー、と撮影しますけども。 私がいつも言うことは神様についていくということですね。もうただの文章の言葉だけではなくてこの内容も意味も非常に重要です。1節から11節が第1段落ダビデの死ぬ日が近づいたとき。ダビデは非常に置いていました。一、まあ、章でも分かりますね。非常に置いていたと。そして今 でダビデの死ぬ日が近づいてきたダビデの死ぬ日が近づいてきたと近づいてきた近づいてきたとこの死ぬ日が近づいてきたダビデは自分の心で分かっていました彼は息子のそのものを次のようにいじつけた私は世のすべての人の行くに道 を行こうとしている強く,く男らしくありなさい。あなたの神死の戒めを守り、盲戦立法を書かれているとおりに、死の起きてと命令と定めと誘しを守って死の道を歩まなければならない。あなた方は何をしても、どこへ行っても栄えるためである。一節から三節二節から三節 この原文では全部2節3節はつながっても1つの文章となっています。強くありなさいと。神様がヨシアに言ったように、ここで神様は同じことを言っています。強く男らしくありなさい。男らしくありなさいと まあ私たちは強くなければなりません。あなたに行こうとあに行くところにこの強くありなさいとそして男らしくありなさい、男らしくありなさいどういう男になればいいのか一体どのような男に男性になればいいのか。 3節、それはあなたの神、主の戒めしみを守る。この申セの立法を書いてあるとおりに、主の掟と命令と定めと、そしを守って主の道を歩まなければならない。この3節に4つの、2節3節には4つのメインの動詞があります。1つは、強くあれ、強くありなさいと。 そして守りなさい、そして守る、守るこれを守る、こ周りに柵を立てるように、これを守らなければならない。このモースの立法に書かれているとおりに、首のうきて命令、定めを守る。 守らなければならない。握っていなければならない。この主の道を歩まなければならない。歩まなければならないというのは、うんとメインの動詞ではないです。この守るというのがメインの動詞です。守ってこのえっと福祉ですね。歩まなければならないというのは福祉になっています。 この書かれていると首脳を着て命令、定めを守るこの3節には2つの守るという動詞が出てきています。いましめを守るまず1つ,の1つ目の動詞は男らしく強く男らしくありなさいありなさいが動詞ですねで次は主のをめを守る2つ目の動詞そして首脳を着て命令と定めを守る。 この起きて、命令、すでめ、すべて言われたことは守らなければならない。神様がこのように私たちはしてほしいと願っております。私たちは神様の主の命令を守ってほしいと願っておられます。私たちの思いも考えも、私たちはこれをすべて守らなければなりません。神様のこの 起きて命令、定め、としを守らなければならない。2節3節ですね。あなたがこうするとき、それはあなたが何をしてもどこへ行っても栄えるためである。この3節の最後ですね。あなたが何をしても栄えるためである。 あなたがどこに行っても何をしても栄えるためである何をソロモン王にとってこれはソロモンがすると守るとこの強く男らしくある時そして年の命へ守り全ての起きてを悟しを守るとソロモンを何してもどこへ行っても栄えるとそしてソロモンがする何しても神様が確立してくださるとこの栄える 栄えるためであると。この気をつけるということですね、この原文では気をつける、私たちはかなり成功し、そして確立されると、もう非常に賢くなる、非常に用心考え深くなるという、あ考えることができるちゃんと考える人になるということですね。あなた,があなたを何しても、どこへ行っても、栄えるためである。 それがソロモン、神様がソロモンにおっしゃったことです。このソロモン、この補修にあっている、読んでいる補修にあっている人たちにとっても同じです。彼らは思うんですね、ソロモン王朝は非常に栄えたとな。なソロモンをそれをすべてやったから。なので、この補修にあっている人々も、自分、ここから学ぶことができるんですね。私たちもそうです。私たちはどこにいても、あなたが何をするにも。 あなたがこの4つのことをすべて知るならあなたは必ず栄えます。今日も同じです。もし私たちがそれを守り今日を行うならどのような状況にあってもど,のようなどこに行ったとしても私たちは栄えます。今日私たちにとって。 もうこれは非常に私たちにとって良いことあばかりですね。まあ、過去、私たちは香港がまさかこのような大変な状況になるとは誰も思いませんでした。えー、1954年に私は生まれました、もうすぐ私の誕生日です。私は67歳になります今年 まさか今のような状況になるとは私は考えてもいませんでした、まあ、香港は60年を迎えるんですけどもえと私は非常に若かったですね昔は、まあ、10代ぐらいの時ですね非常に暴力に満ちた時代がありました ししかしこの1960年頃のえろの非常に悪かったんですけど今の方が悪いですねこのような疫病が流行っていてまさかこのコロナウイルスが流行るとは思ってもいませんでした私たちは大変な激動の時代に生きています私はこう言いたいと思います 私たちは非常に難しい時に生きています。もう一人一人試,みる試されていますね。何を試されているんでしょうか、私たちが神様についていくか、ついていかないのか、ここに4つの、えー、と強くあれ、男らしくあれ、このような状況の中でも、強くあれ、男らしくありなさいと、あなた、恐れますか、まあ、恐れもん王は王となるとしています。 まあいろいろな反,撃反抗する力があるでしょう、ヨアブとかああとアドニアとか、まあ、このようなソロモンに反抗する力があります。アドニアはアブシャロムの弟ですね。 ソロモンはババテシバの息子でしたソロモンはエルサレムで生まれたのですしかしソロモンのお兄さんたちはみんなヘブロンで生まれました彼らは非常に力強かったですもうソロモンよりも力がありました、まあ、ダビデがバテシェバと結婚するのによく ありませんでした預言者によって神様は預言者を通してダビデを攻めましたでしかし今ソロモンがこの王権を握ろうとしていますソロモン王はこのアドニアに対抗しなければならなかったでダビデの子孫みんなに対抗しなければならなかったこの祭司であるえっ、ー、と サウルに殺されたこの祭司がいますね、このノーブの、の祭司全員が殺されたその事件がありましたね。で、その1人の祭司が逃げてダビデのもとに避難しに行きました、その祭司ですね。で、その祭司からこの剣,を剣をダビデは受け取りましそこからダビデの王朝が始まっていきました。 なののでこの祭祀は非常に強い背景を持っています。このダビデと共に過ごしたという非常に、この祭祀ですね、このエブヤタルという祭祀ですね。エブヤタルはこのダビデについていってもらいます。しかし、ソロモンは今はここに彼らにこの対抗しなければならなかった。なのでダビデはこう言っても、ソロモン、あなたは神様についていかなければならない、このような状況の中でも。 確かに私たちの状況はどちらの側につからなければならないのでしょうか私たちは力のある人々の側につくのでしょうかあなたは世界の方この世の方についていくでしょうかあなたに何か良いものをくれる人についていくのでしょうかそれともあなたは強くなり 強く信仰の中で強くなっていくそして男らしくあるのでしょうか、まあ、あなたは神様の戒、ま、めを守る者となるでしょうかなので神私は言います神様についてきなさいとあなたが何をするにも栄えるためであるとなぜか神様はあなたを隔離してくださるからです私たちにとってこの今年 まあいろんなことがありました、こ、ま、と、あ、いろんなことあるでしょうけれども、私たちは続けて神様についていきたいと思います。あ,あなたがやる何,も何をするにも、神様が確立してくださいますように。なので、この西尾はこの私たちのこの証んを、私たちはこの証してくださっていますね、証かしてくれています。 4節そうすれば私は私について語られた約束を果たしてくださるだろう。くださろう、そのまち、もしあんたの息子たちが彼らの道を守り、心を尽くして、精神を尽くして、誠実を持って、私の前を歩むなら、あんたにイスラエルの王座から人が立たれ,立たれない。4節ソロモンは 主の戒めを守らなければならないと主はられました。なので私はあなたに命令しました。強くありなさい。男しかありなさい。そして主の戒めを守りなさいと。そうするとあなたはこの王座から人は立たれないと。このようにダビデはソロモンに言いました。どのように行動するべきか。 ダビデは続けて言います。それが何すればいいのか。今、私はもう死のうとしている。このあなたに反抗する力が来るだろうと。その時あなたはどうすればいいのか。このダビデは言っています。このいくつか、まず、5節からですね、またあなたはチェルヤの子、弱分は私にしたこと。 そして6節ですね。彼らは彼らの彼らの白髪、白髪頭を安らかに読みに下らせてはならない。6節。彼らはこの嫉妬によって。ヨアブは自分勝手に行動し、そして殺しました。このマーサーですね。マーサーを殺しました。このヨブは将軍として。 ヨアブは将軍でしたけれども、他の人に命令されたくはありませんでした。なので、自分勝手に行動しました。この自分の勝手な計画を立てました。そして、2人の義なる者を殺しました。2人の義なる者がヨアブにとって殺されてしまったのです。6節ですね。彼の白髪頭を安らかに読み,みにくだらせてはならない。 この7節しかしギルアテ人、バルジェライの子らには恵みを施してあり、私があなたの兄弟、アブシャルムの前から逃げたとき、彼らは私の近くに来てくれたらからだ。私は彼らをあなたの食事の席に連ならせなさいと。 このブラジルブライの子たちにはこのダビデの軍隊が非常にお腹を空いているときにこのブラジャライの子は、恵みを彼らによくしてくださった、よくしてくれたんです。なのでダビデは覚えていました、ブラジャライの子らは彼に非常によくしてくれたこと、非常に親切にしてくれたんです、非常に助けてくれたんです。 彼らは非常に私に親切にしてくれたから、えー、と彼らはあなたの食事の席に連れ出なさいとダビデはこう自分に親切にしてくれた人々を覚えていましたこのか神様は私を祝福してくれています私も私に親切してくれた人を覚えています私が まだ若かった時にいろいろ助けてくれました。まあ、1番、2番、3番と私、よくする話なんですけどもマカオにいるこのザイオンという人ですね。私が若い頃非常に貧しかったんです。で、ザイオンは私の隣人だったんです。 隣に住んでたんででたすねそして魚をこのザイアンのお母さんは今マカオにいるんですけどもよく魚,の魚をく,くれたんですそしてお母さんいつもこの私に魚をくれてました今食べ物をくれたんですねまあもう1回だけではありません、まあ、私が若い頃あまり食べるものがなかったので 非常にこれは私にとって大切なものでした、高価なものでした、私が小さい頃はあまりたくさんの食べ物がなかった、なので、えっとえっと、リンという医者お医者さんですね、このお医者さんが私、え医者かな、分からないんですけど、<laughs> まあドクターリンという人がこの、えっと、血液検査をしたら、私の血液は、私の血管は、えっと、非常にきれいではないと、なんかもう枝のように分かれていると言いました。 私なぜなら、私の、うん、と育ったこの、うんと、育つ過程であまりこの栄養がなかったので、うんと、私の血管はあまりきれいに育たなかったんですね。しかし、いいです、私は強くある、そして、うん、と男らしくある、そして神様についていくときに、神様は私を栄,て栄えさせてくださる。 私は非常に感謝しています、私がこの貧しい時に若い時にこに優しくしてくれた人々。ここにウォンおじさんという人がいました。このウォンというおじさんがいたんですね。私のところに来て、私の家に来て、どのように男らしくなるかということを教えてくれていました。で私は言いました、えー、とこのある いつも男の子が私をいじめてくるといつもなんか小さい猿スモールマンキーと言って私はからかってくるとギャングスターのような。 このグレート・フォーチューっというこのギャン名前のギャングスターがいたんですけれども彼はいつも私をいじめてきました私,を私の顔をパンチしてくるんですもう非常に私は怒りも得て復讐したかった私も自分の友達に連れて彼らを復讐してくれたしかしウォンおじさんを私に言いましたあれ はい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 。はいはいあとはか あなたがどのような器になりますかということですね。まあ、でも、おじさんはあなたはこの人に復讐してこのつまらない器にはなっているのはならないという,そう,いう話です。私のちょいおばさんという人もいましたね。非常に優しかったです。しかしか私を ひどく暑かった人もいたんですけどダビデは非常に素晴らしかったですね。ここにシムイがいます。この8あダビデはその方に命令しましたシムイは私がマハナイムに行った時非常に激しく私を呪った。ししかし 節節です、ね、そです君は9節ですねだから今は彼の罪のないものとしてはならないあなたは知恵のある人だから彼にどうすれば彼の白が頭を血に染めて読みに下さるかを知るようになろうこの悪の人たちこのソロモンに反抗する人たちあなたを苦しめる人たちあなたは何をすべきか分かっているだろうとしかしあなたを祝福する者の私たちも祝福する なのでダビデをそれまで命令します。強くありなさい、そして神様についてきなさいと。この第2弾落のタイトルは神様によってしっかりと確立される。えっと、11節から、12節から最後まで。この12節、非常に重要です。 ソロモンは父ダビデの王座につきその王へ確立されたソロモンは父,のダ,ビデ父ダビデの王,の王座につきましたそしてその王へ確立したとこの原文では ダビデのあ違いますね。彼の王朝は永遠に確立したソロモンは王座につき確かに王朝を支配しましたしかし見言葉を読むとこのソロモンの力によって支配したわけではありませんなぜならここで言っているのはソロモンは 神様の起きて、そして神様についていき、そして確立したと。なので、ここから分かるのは神様が確立したのでそのもんでありません。神様についていくときに、神様は私たちを確立してくださいます。しっかりと立たせてくださいます。なので、この十二節は非常に重要です。アドニアドニはどうしたでしょうか覚えてますか皆さん。 ダビデはアドニアについて何かしろとそれもに何も命令していませんアドニアはダビデにとって長男ですねなので悪い人々は悪者はこの神様を喜ばせない人々は神様に反抗する者は、まあ、彼らは失敗しこの失脚してしまいます 13節あるときハゲてるの子アドニアがソロモンの母バテシュバのところにやってきたそのなぜならアドニアはアビシャクというこのダビデの前の元妻ですねこのそばめか分からないんですけどもその彼女を欲しいと言いました19節ソロモンの王のところに行った このアビシャク美しい少女がいた。衣装、昨日衣装読みましたね、そこ出てきました。で、このアビシャクはダビデに使いました。神様は王朝をソロモンにあげたから。 私はじゃあそのダビデの妻であったから、アビシャクを私にくださいと。で22節ソロモンは、ソロモン王は母に答えていた。なぜあなたはアドニアのためにシュネム人の女、アビシャクを求めるのですか彼は私の兄ですから、彼のために王位を求めた方が良いのではありませんかこれのためにも、祭祀、アビアタリア、ツアリアの子、ヨアブのためにも。 もしあなたがその問題でししたたら何をしますかあなたの母親がこのように言っているんです。このアビシャグをこのアデネアにあげてはどうかと。そして24節、今日殺されなければなりませんと。アデネアを殺されてしまう。死ななければなりませんでした。なぜでしょう このサムエルでは私はこのことを1回話したことがあります。なぜでしょうかなぜ,なぜアブジャルムはダビデのそばめ、この側室たちをこの取ったのでしょうかなぜでしょうかなぜアブジャルムはそのようなことをしたんでしょうかダビデの側室たちを取ったのでしょうか アブシャルムは全員にこのイスラエル全体に言いたかったんです私は次の王権を持つものだとダビデの次に王権を持つものだとこの王の女の人たち、まあ、妻であっても側室であってもこれ全てこのダビデに属するものダビデのものですアビシャグでもなのでアドナダビデの若い少女 アビシャグをアドニアは欲しいと言いました。それもしかし、それもそれを許可しませんでした。許しませんでした。なぜなら、このアドニアは自分をまた王にしと仕立て上げようとしていると気づいたからです。 なのでソロモン王はこのベネアを命令してアドネアを討ち取らせたこの殺しも死ぬように殺すように命令したんです。26節、それから王は最初エヴェアトルに行ったあなたての自分の辞書に帰りなさいあなたは死に値するものであるがあなたは殺さない。 あなたは私の父たびでの前で神である主の箱を担ぎ、父といつでも苦しみを共にしたからだ。二十何節、こうしてソロモンはエビアッタルを主の最初から罷免した。白でエリの家族について語られた主の言葉はこうして成就した。このエビアッタルはエリの子孫です。ヨアブ、そしてまたヨアブですね、将軍ヨアブ。 この知らせがヨブのところに伝わるとヨブはアドニアに着いたかアブシャルにはつかなかったけどヨブは主の天幕に逃げサイの地の角をつかんだもうヨブの時が来ましたなのでソロモンは人をつかしてヨブを殺すように命令します33節 二人の血は永遠に弱ぶの頭と彼の子孫の頭に注ぎ返されよ。しかしダビデとその子孫及びその家,家と王座には得シエムで主から平安が下されよ。えっと33節です。二人の血は,血は永遠に弱ぶの頭。 彼の資産の頭に注がれようとしかしダビデとその子孫及びその家と王座には常姫まで主か力の平安が下されよう。なので、エホヤダの子、ベネアは行ってアドネアを殺します。エホヤダのベネアは登って行って、またヨーブを殺します。34節。 35節王はエホデアの子ベネを彼の代わりに軍団長とし、王は再出馬どをエベアタルの代わりとした。ソロモンは決して急ぐことはしませんでした。彼はただ神様の御言葉を御言葉,に御言葉を守ったんです。ダビデの死のあと、亡くなったあと、ソロモンはすぐに行動を打ちます。 そしてこのアドニアが殺されたと、シムイです。シムイ。シムイはなぜ殺されなければならなかったのでしょうかなぜなら、シムイはエルサレムから離れないと誓ったのに、彼は離れたからです。離れないようにって言われたのに、シムイの2人の奴隷が手にいると。 そういう知らせがあったので、シムイはすぐにこれ奴隷たちを探しに、勝手に行ってしまったんです。その当時、ロバというのは非常に高価なものですが、非常に金持ちだったと思われます。しかし、シムイはエルサレムから逃げと出ないと、ソロモンに約束したんです。シムイは以前、ダビデは呪乗ったものです。ソロモンはシムイにエルサレムが動くなと言いました。しかし、シムイは 忘れたのでしょうかエルサレムから出てしまいますシムイはあ2人の奴隷がんといなくなってしまったと聞いた時にエルサレムから離れてしまいましたシムイは忘れてしまったんですシムイはソロモンからのこの約束このシムイまた自分自身の罪を忘れてしまったんですシムイは墓の人に 恵みを与えるべきでした。奴隷が逃げたならそのままにするべきです。彼はたくさんの奴隷がいたでしょう。このロバも彼は所有しているほどですから。まあ、この42節ですね。シュムイは帰っていくいない。彼は必ず殺さなければならないと。44節。あなたは自分の心に。 シムイに言いました。それもシムイに言います。あなたは自分の心にあなた方の。あなたが父、私の父ダビデに対しなしたすべての悪を知っているはずだ。主はあなたの悪を、あなたが後に返されるか、それも祝福される。ダビデは王座の主の前で特殊なまでも固く立つであろう。四十五節ですね。今。 三十三節と四十五節ソロモン王は祝福されるこの祝福される ものはこの強く男らしくあるもの、そして死のいましを守るもの。45節、46節でも2回書か,かれています。確立される、固く立つであろうと、また確立されるであろうと。45節、46節、何回も出てきます。そして12節、確立されるであろうということは。 二回、この四十五、四十六に出てきますね。十二節、十二節に戻ってください。ソロモンは父ダビデの王座につき、その王へ確立した。また、確立した。ソロモンを確立され、確立され、固く立て,立てられ、そして確立された。とそれ、何回も出てきています。なぜなら、ソロモンは神様の御言葉に従ったからです。そして、神様の。 法則に従ったからです。神様の時を待ったからです。いくらどんな敵がたくさん彼の周りにいても、主の時を待ちました。ソロモンは決して急ぐことはありませんでした。ただ、主はソロモンは神様を待ち望んだんです。どんな状況のっても、兄弟姉妹の皆さん、私たちがどんな状況の中にあっても、神様についていくべきです。ただ、私はあれが欲しい、これが欲しいと言ってはなりません。 神様を待ちましょう。神様が動き出すのを待ちましょう。神様が行動し出すのを待ちましょう。ただ、シンプルに神様についていきましょう。まあ、このように、これを全て神様から平和をいただき、確立されるでしょう。あなたの家でも家族でも、あなたの職場でも、私たちの社会でも、私たちの国も。 あなたが611のモーニングデボーションを聞いているならもしあなたがその国の大統領でも首相でもあったらこの2章を読んで守るならあなたは祝福されますあなたがもしどこかの会社の社長であるならばあなたは覚えていかなければなけません。 強くありなさい男らしくありなさいとそして守らなければならない。主の戒めを守らなければなりません。そして主の道を歩むべきです。その時、あなたは必ず確立されるでしょう。どんなコロナウイルスがひどくても、あなたはしっかりと立たなければなりません。これで今日のメッセージを終わります。611 強くなれ、男らしくなれ、主を褒めたたえましょう。 主あなたは常姉まで王です。あなたの御国はこのように確定されます。主あなたを賛美します、感謝します。あなたをついていく人は確立されます。主はあなたについていく人、あなたを愛している人々、あなたは確立してくださいます。 主は私たちを確立してください私たちの信仰を私たちの家私たちの国に確立してくださいあなたについていく人は確立されます賛美します2章7節ギルアテ人バルシシライの子ラたちを恵みを施してやりなさい彼らはあなたの食卓につながらす せなさい私はあなたの兄弟アブサロの前から逃げた時私の近くに来てくださったからのです兄弟姉妹の皆さんあなたの人生にどのような人あなたに恵みを与えた人たち行ったでしょうか私たちは彼らの恵み彼らの命。 この,世の素晴らしい命のために主に感謝しましょう。 私たちの人生に目込みを与えてくださった人がいます。彼らは私たちは彼らのゆえにあなたを前に来ることができました。主感謝します彼らは代が払って彼らの時間を愛を出して そしてお金を出して私たちをあなたの前に連れてきました。彼らは私たちに恵みを恵みを施してくださった。主彼らを捧げたことを覚えてください。彼らはもっと多数の人を連れてあなたの見舞いに来るように助けてください。主私たち恵みを受けたので、 私たちも彼らのように人々を神の前に連れてくるように助けてください。衆感謝します。私たちは感謝の心を持ってしなければならないです。実はあなたは私たちに対して一番恵みを与えてくださった方です。2節3節に書いているんですけれども、あなたは強く男らしくありなさい。あなたの神、主への務めを守り、 モーセの立法の書に書かれている通りに、衆の規定と定め、命令と悟しを守って主の道を歩みなさい。あなたが何をしても、どこへ向かっても栄えるのだ。は私たちに言われました。強く男らしくありなさい。主の務めを守りなさい。 そうすれば私たちどこへ行っても栄えるので,のです。ひょらしまへ皆さん立ってください。主の御言葉、私たちの心の中に入るように求めましょう。皆さん聖書を手に持,て持ちなさい。この聖書、私たち呼びましょう。そして覚え,な覚えましょう。ちょっと長いかもしれないですけども、この書は非常に 重要です私たちは強くなって男らしくあなってれば私たち主の務めを守ったら私たちは全て行,な行い全てどこに行っても栄えることで非常に重要です覚えなさいその今の2節3節を。 我哋一齊咧，而家不如兩個兩個人，我哋一齊背，我哋彼此嘅唔緊要，我哋可能都未人背晒成句，但我哋透過咧，我哋一路宣講，一路背嘅時候咧，讓神嘅話進到我哋嘅裏邊。 主よ私たちはあなたの言葉はまだ覚えられないかもしれないですけれどもあなたの御言葉私たちは常に守,り守るこの言葉私たちの心入るように皆さん一緒に覚えましょうあなたは強く男らしくありなさい。 あなたの神、衆への務めを守り、モーセの立法の書に書かれている通りに、衆の規定と、命令と、定めと、さとしを守って衆の道に歩みなさい。あなたが何をしても、どこへ向かっても、栄えるためだ。アメン 主あなたは恵みを施してくださった神です。私たちあなたの務めを守って、あなたの命令を守って歩めば。あなたはソロモンの国を確立されました。私たちも同じように信仰を固く確立してください。 私たちはもっと大きい信仰を持ってあなたの務めを守りあなたの命令を守っていけばあなたは必ず私たちをこの地で固く確立されます。ですので私たちは周に呼び物を飲めましょう。私たちは 信仰を持って精霊様から信仰を与えてください。 12節ソロ節ンジョ十二節、ソロモンは父、ダビデの王座につき、その王位は確立した。主はご自身、ダビデとソロモンの王位を確立されました。主がご自身、確立されました。 主よ私たちもこのような信仰を与えてください。私たちあなたに呼び求めます。私たちはあなたの命令を守っていくように、そして私たちも確立されますように助けてください。私たちはコロナの状況、そして経済問題、国々の政治問題に直面するときに私たちあなたについていくように、私たちは、 あなたを信じて私たちを守ってあなたの道を守って私たちを確立してください。弟姉妹、私たちはあなたの位置あなたの場所,場所に歩みましょう。その予見の行いをしましょう。主が私たちの道を確立してくださるように私たちのすべて するものは栄え,る栄えられますように、主が私たちを確立してくださいます。 兄弟姉妹の皆さんペンを持ちなさい「烈王記2章の12節「烈王記第1の2章12節「ソロモンの周りの」 代わりにあなたの名前を入れなさい。例えばジョシアは手の父が与えた王座につきあるいはミョウミョウは父が与えた王座につきと彼のすべて 確立されました。ソロモンにとってはその多い私たちにとっては私たちのすべてもしあなたはまだ独身の姉妹であればえーとここに結婚と書いてもいいですよ。結婚は確立したと。 いいてもいいですよ確立されたと書いてもいいですよ。書き終わったら立ち上がってください。目を閉じて。この言葉はあなたの心に入れなさい。セレ様、私たちの中に入ってください。 熱をき日章よう、十二節、私たちの心に記すしてください。私たちに語ってください。主あなたは私たちに位置を与えてくださいました。私たちの役割を与えてくださいました。私たち、あなたが全てを与えてくださいます私たちはその位置に、 その場所につき、私たちのすべて確立されます。私は強くなり、恐れないで、変化を恐らな恐ることはないで、新しいことを恐ることはしない、人々をどのように私を扱うのは恐れしない。 世界どのように変わっていくのを恐れない私はあなたについていく人になりたいですあなたの御言葉を守りますあなたの道を守ります外れないように私は心から深く信じます私はあなたが与えた その場所に立って、私はどこにいても何をしても、私に属するものをすべてあなたは確立してくださいます。私はそのように信じます。私の結婚生活、私の家族、私のマーケットプレイス、私たちの社会、私の平,平安、すべてあなたに委ねます。 主よ私たちを確立してください。私はあなたに頼るからです。聖霊様、助けてください。イエス様の皆によってお祈りします。アメン。主に感謝しましょう。皆さん、覚えなさい。ソロモンがとっても大きい国ですけれども、主は確立してくださったのです。私たちの状況は 問題ないでしょうあなたは隣の人に行ってください大丈夫だよ全て主が確立してくださいますこれで今日のモンディボーション終わります